どうも皆さんこんばんこばは、北野誠です。年の瀬に再びやってまいりましたこの寒い時期にもっともっと寒くなっていただこうということで北野誠の茶屋町会談。毎年夏にやっておりますがこの季節にあるのは今回初めての試みでしかも MBS ラジオスペシャルウィークということで急に呼ばれましたがさあラジオおっきの皆さん是非ともお清めの塩と厚めの毛布を準備してリアルに聞いてもらいたいと思います。 冬にやるとも思っても見なかったんですがそれではどういうことなんでしょうか僕の目の前に玉巻さんがいませんこの方ですどうぞ入社一年目の MBS アナウンサーの辻沙織と申しますよろしくお願いいたしますあの辻沙織さんすみませんが、はい 玉巻さんは、はい、なぜ今回はえっと玉巻さんは今回、はい、あの別のお仕事がありまして、はい、引き継いできました引き継いてきましたか、はい、もう押し付けられたんやと思いますけどね<いや> <laughs> <う>玉巻さん多分押し付けたんやと思いますよもう面倒くさいからね <laughs> はいということでございましてえ一応辻さんすごいプロフィールですね、うん、まさかと思いますが東京なんですね出身が、はい、そ東京学芸大附属卒 慶応義塾大学小学部卒でまさか階談の足さんでいらされるとは思いませんよね <laughs> はいえで囲碁をやってて小学校で天女六段はい小学6年生の時に天女六段を取ってすごいなすごいすごいですね私も実はちょっと囲碁をさせていただいてるんですけど、ね、はい小学生で六段、はい、そうやん、ね、いやすごいですねプロ騎士を目指していてい 毎日、ねはいはい、稽古していたので高校の時に日本一とやってるんですかそうです囲碁選手権ではい高校2年の時にすごいなんでアナウンサーになったんですかえっとテレビ局でアルバイトをして大学3年生の時にはい、はい でテレビ局で働きたいと思って。で、4年いろんなテレビを受けたら、はい、前調査に引っかかって、はい、これ茶屋町会談を担当することになったわけですね。はい、そうです。はい、ということでございますね。<laughs> 本当に面白いですよね。はい。人生何がどうなるかわかりませんね。玉川木さんもこの番組、年に一回やってましたけど、あのだいたいろくなこと起こってないみたいですけどもね。今よくアナウンサー室でも。 今日こんな怖い話聞いたみたいな話を聞いてましたあ聞いてましたはい、まさかそれを私に引き継ぐとは思っていなかっ思っていなかったですね <laughs> はい <laughs> 多分来年の夏もよろしくお願いしたいと思いますね <laughs> いますはいということでございまして今回も怪談寺皆さん紹介していきたいと思いますまずはこちらでございます、えー、自己物件すいます芸人松原谷氏でございますはいこんばんは、えー、今年で自己物件7件目松原谷氏ですよろしくお願いしますはい。あの今回の怖い間取りですけども今年出ましたあ,ありがとうございます結局今何万部ぐらいいったんですか約8万部という すごいですね。だい。いや、うですよ。ほんまに八万部はね。一時、あの清原さんの告白本と競ってました。あ、そうですね。まさか僕も野球やってたんですけどあの憧れの清原さんと本で競るとは思わなかった。思わなかったですよね。ところどころ。で、あんま一二を争ってました。一二を清原選手と争っていたということでございます。そして、いつものようにですね。不足の事態が起こった時でも、大丈夫でございます。京都は連休中、住職、会談をしようこと、三木大分さんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで。 はい今日はちょっとね、はい、あの実はちょっと頭痛がしてましてちょっと後で何か起こるのかなと若干思ってるんですけども。ということでございます、まあ、その時はして、はい、そして、A、番組初登場いじられはしてますが出てくるのは初めてこちらでございます。 やりましたオーケーの岡山でございますよろしくお願いいたします一人だけ階段とは違うトーンに、ね、<laughs> ありがとうございますやっ,と<え>やっと皆さんの顔を見ながら喋れるようなもう今までもうラジコでずっと聞いておりますのではい。ええ、あの一人だけトーン違うよ <laughs> あ<れ>階段のトーンやからねううですか。はいすいませんじゃあ合わせていきたいと思います周波数を周波合わせてください、はい、そして初登場もう一人 DJ タラちゃんです はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの、タニスさんはよくご存知なんですかはい、そうなんですよ、あの僕よく四国に会談のイベントを呼んでいただいてるんですけれどもその中でも愛媛の新居浜というあの太鼓祭りで有名な新居浜ですね新居浜ですね、はいにですね、あの呼んでいただきましてまあそこで会談もされてるというしかもアニソン DJ をしながらコスプレをしながら DJ もしているとで、会談も好きで会談もイベントもしているという DJ、タラちゃん は何階段はたまたまなんかたまたましゃべる機会がどっかであったんですかいえあの谷、ー、さんが出てるイベントに行った時に谷さんとちょっと喋って、はい、あじゃあ喋ってみたらみたいな感じでこう誘っていただいて「大コア」とかに出るようにああ<ー><ー>お,お中のライブでね、はい、はいはい,いやあのー、普通にお客さんとして来てたんですけど、うん 私も一応こんな話なんですけど、聞いてもらえませんかの話がめちゃくちゃ多くて。しかも、この。あ、聞いてもらえませんかの話がめちゃくちゃ多いんですよ。なかなか珍しいよね。そんなにネタ持ってるんだったら、話した方がいいですよということ。ああ、なるほど。ちょっと聞いてもらえませんが、一つ一つじゃなかった、全然違いますね。しかも、この新居浜という地域に限定した話だけで、めちゃくちゃあるという。珍しいね。新居浜って、そんな心霊現象多いとこ思う。新居浜すごいんですよ。豚の話とか、あの動物の話とかも。 まあまあ四国は四国は犬神のね発祥の地でもあるし結構あのいわゆる呪いとかたたり系の話多いですもんねあとあの太鼓祭りっていうのがいわゆるちょっとあのやんちゃな方々がぶつかったりするお祭りなんでヤンキーが多いということもあるんでしょうかヤンキー集まるとこ階段ありということでそうですねヤンキーと階段は切っても切り離せませんなぜヤンキーはあんな肝試しが好きなんだろう探し求めますもんね うすそう探してますからね。また僕らも僕らもなんロケ行っててよくヤンキーにデリコしますからね。デリコしますね。それが一番怖いからね。強い相手を求めてるんでしょうね。そうですね。強い相手求めが刺激みたいな。そう。いやドラゴンボールみたいなもんではないと思います。刺激求めてるんでしょうね。そうでね。はいはい。ということでございましてさてちょっとあのまあこの会談行く前にですね。 あの岡山くんが前回の茶屋町会談夏の時にですね、はい、あの写真見せましたら呪われてるんではないかと、はいはい、欠席裁判がありましたね、はい、欠席裁判がありました、はいはい、前回の夏夏ね、はい、あの後その岡山くんの体に異変みたいなものは最近のこのなんて言うんですかねあのまあ,まあ今お人形ちゃんもいるんですけども,、はい、もうこれの兼ね合いもあるのかどうかわからないんですけど。

僕はでも左ななんかないやいや違うな左の方が<笑><笑>お前ちょっとその前に眼科行っときよそんなこといやらいや,いやでもそうなんですよ本当車の運転するんですけど今まであの眼鏡等はなかったんですよ眼鏡はねでましてや僕15年前にレーシック手術というものをしてまして、えー、ーレーシックしてるのにそんな落ちたはいこれ何かなんか関係があるのかなとかって思ったりもするんですけど急にですか 急になの、急になの。本当に。それは何かありそうですね。その。ちょっとなんか今見ておられますけども、えーはい。あのー、まあ、私が見させていただくと。はい、目が白いんですよ。うん、あ目が白いってでもいいんじゃないんですかいです。いや、あのね、白濁してるっていうか。あ,あ、黒、黒い部分が。えー、そうです、そうです。黒目がね。<laughs> あのー、白いんですよ。 でこれね、分かる方には分かるんですよ。年齢的なものではなく、ではなくて。どうするの見えても普通の目に見えます。特に私から見て、私から見て右。要するに左目ですね。がね、あの白濁してるんです。これはでも最近でもよく言われるんですけど、写真撮ったら右の顔と左の顔が全然違う。そうなんよ。すごい。あの、あの。あれやろ、あの言ってないやろ。北野誠の心霊探偵団で。はい。そうです。あれどこ行ったやったっけ。 首切り場で僕がふざけたやつですよね。そうや。あれやっぱふざけるのは良くないということなんでしょうか。あ結局あれから三木浩商と相談して三木浩商と同年代やろ。同級生です。同級生やろ。同級生なんです。同級えこのお二人が同級生のフですええ。それも怪奇現象なんですけど。どっちがどうなんでしょうか。それでいやそれで結局三木浩商に相談してなんかごお笑いをしてもらったの。あのご祈祷を。 していただけるというお話になりました。はい。はい。まあそれでちょっと免れてる部分もあんのかなって思ってます。あ、もしたんですか。え、一応ねさせていただいてるんですけども、今お会いしてもやっぱり目が片目が白いんですよ。だってあの首切り場の写真僕見せてもらったんですけど、なんでか黒い鬼の影みたいなのが岡山さんのこう下に映っていて、その角が目を突き刺しているような。そうです。それの突き刺さってる側が僕で言う左側なんですよ。そうだね。そうや。 うん、で結構ねあの実は心霊スポット行かれたり、はい、まあ心霊関係のねお仕事されてる方って最終的に目を取られる方多いんですよ。目を取られる、えー、で若干ちょっと私それを心配してまして、えー、で今日はまたちょっと終わった後にきっと 改めてさせていただこうと思ってますありがとうございますはいということでございましてまあ別にしなくてもいいですけどねおかしいですおかしいです階段は階段自責任なんでね心霊スポットでも僕マコさんモルモットってそのうち呼ばれるような気がするんですけどモルモットとかじゃないよあの洞窟に入るとき鳥持っていくやろあの感じやカナリアカナリアカナリア部隊や はいといいととうことでございましてね <laughs> さてえ、まあ、今回はちょっとまた今日はあの改めてですねあのこの茶屋町会談というのを辻アナウンサー説明ししてもらいいましょうはい、改めて2015年から毎年お届けしているこの茶屋町会談なんですがこれまでの放送を YouTube にアップしたところですねなんと 総再生回数が300万回に迫る勢いなんだそうですあでも100万が俺聞いてるけどねえ100万が聞いてるんですか俺もあの言う言っておきますの三木大将とか中山さんの会談を覚えてしまったわ <laughs> た一言一句再現できるめっちゃ聞いてるじゃないですか寝る前に必ず聞いてますから心地よく寝れていく睡眠誘導のね、なんか効果があるんですこの300万回がどれほどすごいかと言いますと、うん 浜村淳さんの「ありがとう浜村淳です」の再生回数が平均1800回だからもうそれはやめようってこれあの台本に書いたんだけど浜村淳さんは毎日ラジオや生でやっておられる方なんそれとまた違いますからね我々と趣旨がね。で今回は 今回は人気音声配信アプリのラジオトークとコラボしているんですはいどういうことかと言いますとはいどういうことかと言いますと11月の中旬からラジオトークで怖い話や怪談の投稿を受け付けましたその結果、えー、総投稿数が150本お<ー>お、すごいな男性女性が半分ずつくらいということで特に今回女性も怪談を語ることが多いみたいなんですねはい で本当にたくさんの作品が投稿されたんですが、その中から松原谷さんに事前にお聞きいただいて、はい、厳選した作品をいはい今夜いくつか放送させていただきます。でも谷さをこれどれぐらい聞いたんですか。まず最初スタッフが聞きますよね。ねそうですね。そん中からまあこう選んでいって150分のだから30本をまずスタッフさんが選ばれまして。 その30本を一応僕全部聞かせていただきましたいやーすごいですね多分何時間ぐらい聞いたんかないやもう大変やな <laughs> ずっと聞いてましたね<あ> <laughs> ずっと聞いたんです、ね、ずっと聴いてたら本当に、うん、な,なんかもう 感覚がおかしくなってイヤホン外した瞬間にもの立ちくらみしましたいやね。というかもうよく分からなくなってきますよね。よくか分からなくなってきますのね階段とかは本当によし悪しとかいうのはどこで決めるかが結局好みなんでねこれはねだから本当に僕のごめんなさい個人的な好みの部分はすごい占めてるとは思うんですけどだから落ちた方がねとろサーモンの久保田君みたいに何か文句言うのやめていただきたいと思いますね。そうですすねいません なんか、なんか、皆困ったこと、じゃん、ね、今、受け取めます。<laughs> あの、ディレクターテーいー、笑ってる場合、うん、ちゃうでいう話です本当。<laughs> <laughs> はい、ということでございましてね、たっぷりと、今日は九十分ということで。はい,はい、はい、たっぷりと、この後、会談語りたいですけども。はい、ということで、皆さん、ぼちぼち、始めていきたいと思います。くれぐれも、無理をせずにお聞きください。北野誠の茶屋町会談。二千十八。冬。 AM1179FM906 の MBS ラジオからお送りしています MBS 新人アナウンサー辻沙織ですまさか茶屋町会談を担当することになるなんて玉巻先輩を本当に本当に恨みます さてそれではまずは最初は、えー、谷地君の階段からいきましょうあのー、愛知県にですね、うんえーま、とあるお堂がありましてま大きい公園のな真ん中に八角形のお堂があるんですよ。そのお堂に、まえー、幽霊が出るという噂がありまして、えー、しかもそのお堂の中に入ると地面に鉄板が敷いてありましてその鉄板をめくると地下室に行くことができるという。 でその地下室に入るとさらにまあ呪われてしまうみたいな、まあ、噂があるような、えー、場所なんですけれどもそこ僕、えー、一人で行きまして夜中、えー、最終電車に乗って、まあ、その最寄り駅で降りて歩いて2三3 0分歩いて、まあ、その公園まで行きまして灯籠、えー、がいっぱい並んでるんですけどね灯籠の,の階段一段を上って真っ暗闇の中お堂にたどり着くわけなんですけどまああのー、さっき言ってしまうと。 現在は立ち入り禁止にななってる場所なんですただ僕が行った時は立ち入り禁止ではなかったので入らせてもらったんですけれどもこのお堂の扉を開けるとですねまず自画像が壁に立てかけられてあるんですよ自画像、はい、油絵で描かれた自画像が、うん、ほうでその自画像っていうのが、まあ、ハンチングをかぶった、えーまあ、初老の男性の方がタバコをくわえているという自画像が、うんえー、立てかけられてありましておそらく まあ、お堂がお墓になってまして、うん、自画像が書かれている方のお墓がこのお堂であるという、うん、ことだと思うんですけれども、うん、何だろうなこの自画像だと思いながらで横を見るとその隣を見ると位牌が並んであって、うん、でさらに反対側を見ると、まあ、あのお花が生、えー、けられてあると、うんまあ、そういう作、えー、りになってるんですけれども、うんまあ、真っ暗なんですけれども懐中電灯を下に向けると鉄板があるんですよね。これが 噂で聞いた地下室に続く鉄板なのかと思いまして手でね開けるんですけどすごい重いんですけどもこうギ,ギ,ギ,ギギギギギギと開けてで鉄板をずらしますとあのはしごがかかってあるんですよ鉄板の下に。<ー>でこれは地下室だと思って、うんえー、危ないですけどね懐中電灯を持ちながら1人なんでうまいこと照らしながらはしごを降りましてですねで下に、はい、地下室に入ると急にね あのー、涼しくなるとか寒さむがすごいするんですよね。うんうん、で何だろうこの寒気はと思ったんですけどこの地下室に何箇所か穴が開いてまして、うん、四方にでその穴からこう外の空気が若干入ってくると、うん、でそれがすごい冷気になって急に温度が下がるんですけれども、うん、確かに気持ち悪いなここって思いながら懐、うんまあ、中電灯で地下室をいろいろ照らしていくとまず地面を照らした時にあのー 切れ端紙の切れ端がこうパラッと落ちてまして、うん、おんだろうって思ったら、本当に何て言うかミミズのような文字でお帰りなさいって書かれてるんですよね。なん、えー、<ー>だろうこれはと思って、でまあその他にもこうパッとライトを照らすと、えー、何ですかね銅像がこう2体並んでおりまして、うん、で真ん中に光を照らすと祭壇がこうパッと出てくるんですよ。<ー>でその祭壇っていうのが あのお供え物が大量に備えられてるんですけど、それが全部タバコなんですよ。<ー>タバコが備えられているんですよ。タバコ。僕それを見たときに、うん、あ、これはきっと、えー、お堂を作った、えー、お墓の主である方はヘビースモーカーだったんじゃないかなと。うん、でまあそのお供え物としてタバコを。 いいいつも備えられててるんんじゃなななかととそこを思いましてだから自画像もタバコを加えてる自画像を描かれていたんじゃないかなと。ーうん、であー確かにこのタバコの量は半端じゃないなということで結構な量、うん、あの備えられてましてさすがに1人で僕、ね、真っ暗闇の王道の地下室にいるのを冷静に考えるとやっぱ怖くなるわけなんですよ。うんうん、はい 夜中で電車で歩いて行ってますからすぐに車に戻って逃げることもできない何かあったときなんであちょっと冷静に考えたら怖いなと思ってちょっとしかもまあ、ね、夜中にこういうお堂に入ってしまったらちょっとねあのちょっと怒ってはるんじゃないかなとかもね、はい、思ったりして何か落ちち何も落ちてない嘘、えー、落ちてるはずです 音だけがしたえ、何の音いや、ペンが落ちるようなペン落ちたんじゃん。今ちょっとここでしたね。そこよ。今ここで。スマホみたいなちょっと大きめのやつじゃなかったですかカタ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 ってあのね、多分私が持ってきたちょっとこのものかもしれません。あの、落ちたんではなくて、ああ、動いた。え、でもテーブルから落ちませんでした、今の音。今だって赤らさまなんかテーブルから落ちましたよ。え、どうしました 携帯電話が落ちていました。そっちで、そっちで、絶対触らないじゃないですか。え、今、え、誰の携帯が?。私のだった。なんで、なんで動いた?。え、そうですよね、私のではないです。はい。なんで動いてたんですよね。はい。どこに置いてた?。ここに置いてましたっけ、私。ちょっとね。いやいや、このテーブルの上に置いて。これ、なんかが。テーブル。いやいや、落ちたぐらいの。そうそう、今ながら、僕らが今、今、ちょっと、重た、重たこと言っておきましょうか。 その二人の間からペンか何かが落ちてからからと転がったっていう感じを僕らは印象を持ちましたけど、うんうん、しかもここでねちょっとね振動を感じました、ね、振動を感じたものが落ちた、うん、ええー え多分ねあの私が持ってきたものの影響です。あほんますか。はい。じゃあわかりました。はい。後で説明さします。はい。すみません。いや、昨日前社長まで。で、まあまあまあ前にです。はい。えじゃ続きを。続きをねまあそのタニシそのタバコをタバコをお備えでずっと置いてある。置いてあるでちょっと怒らせてしまってる可能性があるなと。え若干怖くなってきたんで僕も何かお供え物した方がいいかなと思いまして。うん。タバコを備えようと思ったんです。僕もタバコ吸うので。でまあ。 タバコに火をつけましてで一吸いしてタバコの火を消して同じようにこう祭壇にタバコを備えてみたんですよ、うん、そしたらねその瞬間なんだろう、あのー、今まで怖かったこのなんていうんですかねこの妙な空気っていうのが急にサッと晴れて、うん、何か別に、あのー、明かりも僕のライトしかないんですけど周りが明るくなったようななんかそんな風に見えて気分がすごい。 なんんかか晴れやかにななったんですよなぜかその瞬間にあれなんか何も怖くないぞとでさっきまで寒かった風も何だろう逆に心地いいぐらいになってるぞっていう自分自身に変化がありましてえなんだろうって思いながらあのまあちょっとえお礼をお礼と言いますかあのお邪魔しまし手を合わせてお邪魔しましたって言って上に上がるんですよでなんだろう急に怖くなくなったなって思いながらお堂を出,る出たんですね それとちょうど深夜1時時時か2時ぐらいの時間帯ですえー、そのお堂の反対側、まあ、入り口の方から、えー、ちょうどね大学生グループが3人組の男の子が懐中電灯を照らしながら肝試しに来てたんですよ<ー>で、うん、目的地ってやっぱりお堂なわけじゃないですか、うん、なので結局「うわ怖え真っ暗やんけ」みたいなの言いながらお堂に向かってくるんですよ大学生が「うん、でもちょっと待ってよ」と「大学生これ3人お堂に向かってきたら」 真夜中に一人でいる僕見たらびっくりするよなと思って絶対びっくりするよねこれを驚かせるのも悪いと思って懐中電灯を照らしていやここに幽霊じゃなくて人間がいますよっていうこのアピールをしたんです、うん、アピールしてあげないとね光でねはい,光ではいはいはいはっ,っ,って回して。はいはい、はい、こっちに先に行ってる人間いるよっていうふうに回したんですけどで絶対見えるはずなんですよ、うん、そのもう真っ暗なんで光があれば絶対あなんか光ってるって分かるような場所なはずなんですけど 全く光に近あの気づかずに近づいていくるんですその三人が、うん、うわ真っ暗やうわあれお堂かなとか言いながら,、うん、らあれなんで気づかへんのやろうなと思いながらちょっと僕も声出しておーいとか、うん、<laughs> こんばんはーとか言ってみるんですけど、うん、全然聞こえてないんですよねその大学生、うん、で声真っ暗や真っ暗やとか言いながら、うん、最終僕とすれ違うんですよ、うん、僕を通り過ぎていくんですよえって思ってでこんなことっておかしくて真夜中の心霊スポット、うん でその何か人がいても怖いわけじゃないですか、はい、でもちろん幽霊を見たと思ったらすごい、うん、ギャーって悲鳴が起きるはずなんですけれども、うん、何も反応せずに通り過ぎていくわけですよ、うん、で僕その時思ったんですけど、うん、あれ見えてないよねと、うん、僕のことを、うん、でこれなんだろうなんだろうと思った時に、うん、このお堂の地下室でタバコを吸った瞬間にこう何て言うんですかのこの全能感に満ちたというか。うん 急に怖くなくなった今の自分が大学生たちから見えてないつまり僕透明人間になってんじゃないかと<ー>なんかそんなことを思ったんです、うん、でこういう体験をしましてあのお堂の地下で不思議な体験したなっていう話をあの先ほど紹介していただきました「事故物件階段怖い間取り」に収録させてもらったんですよねす、うん、するとですね。 あの本を買った方からツイッターのダイレクトメッセージであのメッセージいただきましてそこにですね「怖いまどり読ませていただきました」特に「お堂の話愛知県のお堂の話えこれを収録して頂い,いてありがとうございます」って書かれてましてでどういうことだろうと思ったら実は私もえ数十年前にあのお堂の地下室に行ったことがあるんです友達と二人でとでその時に私も谷さんと同じように 祭壇にタバコを備えたんですと<う>で手を合わせた瞬間に隣にいたた友達が消えたんです私びっくりしてそのまま「えなんでなんでなんで?」って思っていろいろ探し回ったんですけれども30分ぐらいしたら何事もなかったようにその友達が現れて「お前ずっと俺のことを探してたよな」って言ったことはあったんですと。えー、でこの話を友達周りの他の友達に言っても誰も信じてくれなくて。うん でも確かに私は友達が一緒にいた友達が消えたのを体験しているから、うん、あれは何だったんだろうと思っていたところ谷さんの本に同じような体験が書かれていたので<ー>やっぱり私の友達が消えたのは本当だったんだなと確信できましたとメッセージを頂い,いたということでやっぱり僕本当に消えてたんじゃないかなと、まあ、そういうお話でした。<ー>まあ消えてたたのかと俺はもう一つ思ったわ ほんまに大学生来てたんかなそうなんですよそこなんですよそこやねそれも怖いんですよな見えちゃっただけってことですか,かいや妻、ま、いやそうじゃんそうそう谷氏が何かがそのタバコを吸ったことによって何かと波長があって、うん、その男の子たちが三人が来たのが実は本当は生きてる人間じゃなくて、えー、向こうの方が死んでたということもあ、ねうん、実はすれ違ってるんでしょすれ違っています、うん でまあ、実際に来るんやったら車で来とるから車見つけたりすんねんけどねうーんまあ確かにそう考えたらそうなんですよこのお堂なんかこう歴史的背景みたいなの、まあ、歴史的背景があのまああんまり情報が少なくて<う>でまあその本当にその方のお墓っていう情報しかないんですよねでその方がどういった方かっていうのもわからないんですからないです、ね なんとなくこうタバコを備えするって、はい、あの戦争の後のまの、あ、戦争で亡くなられた方とかって結構<ー>実はタバコを備えることが多くて「お帰りなさい」って書いて,あ書いてありました,りましたよねひょっとすると、はい、英霊を迎える何かかなとふと思ったんですけどでも確かにその可能性はあるかもしれないですね。 うん、そのでも、あの自画像もよくわからないですね。よくわからないですね、うん。謎のほんまにあれや、お堂やねんな。はい。今はちょっとね、立ち入り禁止になってしまっているので、ちょっと検証できないんですけれども。なるほど はい、そういった体験をちょっとねはいなかなかまあでも最後に会った学生が生きてたかどうかもちょっとわからないですけど <laughs>、うん、これはねいやだから谷氏のことが聞こえなかったら向こうが死んでたかもしれませんしねそうですねこれはどっちにしてもまあ不思議な現象だな、うんうん、そうやんね、はい、ちょっとまあなんか一瞬異次元にいったのかなみたいな体験でございますね、うん、はい、はい、ということでございました谷君ありがとうございました さあ今日はあの岡山君がなぜ来ているかというのはですね、はい、実は三木由翔にどうしてもこの人形を鑑定していただきたく先ほどから辻アナウンサーが目を合わさない、うん、なぜですかいや嫌な気がすごくします,嫌なすあの笑顔があのすごいにっこり笑った女の子の2歳ぐらいの女の子の人形ですよね。はい、はい でもあの笑顔が怖すぎてあんなに笑なんか心から笑ったような笑顔の人形ってありますか？あります。ここに嫌な気がします。こっち目が合うだけで。目が合うだけで。あのまあこれは実はですね。あのお前ら行くなというのでこれはタイにロケ行きましてこれはあのルクテープ人形と言いまして。ルクテープ人形。あのあまり日本では知られてないんですが、あのタイではですね一時期これが 爆発的に売れたんですなんででですなまあタイでこの人形がなぜ売れたタイは仏教国なんですけどもいろんな、まあ、仏教国であんまりこういう人形がただ単に普通の人形のに可愛い,いという人形だけであの売れるというのではなくて、はい、あの言ってみたら向こうのツイッターみたいなところに、うん、この人形にお坊さんとかが魂を宿らす。 ういうのがちょっと爆発的に流行りまして、えー、でもみんなが結構魂をこの人形にいろんな隊員にお住まいの僧侶の方々が儀式をしてこれに魂を宿らしたと、はい、魂って誰かの魂ですかそれがよくわからないで魂を宿らした、はい、そうすると、うん タレントさんとかが仕事がめちゃくちゃ増えたとか<ー>ある方はすごい宝口が当たったとかって言ってツイッターに投稿することによってこの人形が大ブームに そもそもそういう目的で作られたお人形なんですかもともとそういう目的じゃなかったんですけ子供用だったんですか子供用の遊び相手ですよねだっで見たら子供用の遊び相手ですからメルちゃんポポちゃんみたいなメルちゃんポポちゃんも詳しくないんです聞いた初めて聞きましたまあわからないですけどあのメルちゃんポポちゃんってどんな人かわかりますんけど小さいお人形でお風呂にも入れられて子供のクリスマスのサンタさんのプレゼントって言えばまずメルちゃんかポポちゃんでしたそうですか高橋博とかの方が詳しいかな横山 橋師匠はもう絶対分からないです,、ね、歳ですからほんでまあその言うてみたらその人形でタイではところがあまりにも大ブームになったのとそのこの魂を入れた人形を愛がりすぎて魂入れちゃうと荷物扱いできないんでですよ荷荷物、えー、荷物扱いいきないじゃあダンボール入れたりとかができないでそうで時も、はい この人形用の座席を取る人が出てきたりして扱わないということですよ。ねそうなんですそれでタイの飛行機の会社もこれをどう扱うのかがお客さんと結構トラブルになってしまって政府がもうちょっとこの人形に魂入れるのやめましょうと禁止令みたいな感じになって一気にブームは下火になったんですがそれを聞きつけた我々が。 じゃあちょっとまだ実際に、まあ、僕らはあのタイの人間じゃないので、うん、まあ海外の日本人なんで、はい、だから僕らやったらまあ別に魂入れてもっても大丈夫じゃないかなということで今回、えー、タイにロケ行った時にこの人形を手に入れて、えー、実際にあの霊能者が魂をを入れれる儀式をしてくたんです、えー、あこれはどういう儀式するかというと、はい、背中にとあるものが入っておりまして。こね、背中にちょっと この方がこう書いたりするんですけどね、こういうふうな。全然見てくれへん。や辻さん、辻さん、見てください。見ました。あの一瞬見ました。もう中に何が入ってるかというと。はい。これ一応人骨が。ええ、もうやだ。えあの人骨と精油ですね。油。それと水。そして。お札。をこの体の中に埋め込む。 つまり、なぜそういうのを入れるかというと、油、それから水、お札、骨。一つの人間の体を作れる要素は全部入ってます、うんわはい。誰の骨とかは、誰でもいいんですか。誰の骨なんかわかりません。からない人骨の一部ですから、<ー>砕いてますから。へ<ー>そしてお塩とか、ね。だから、体を、人間の体ができるような、すべての、ものを入れてあるわけです。なるほど。はい、大丈夫ですか。すみません、生唾が。はい、生唾が。<laughs> いやあのそれで一応儀式したので一応今のところ名前はタイで一番多いマーリっていいうのはタイでで一番多んす女の子の名前でだから一応マーリって名前をつけて日本に持ち帰って今現時点で岡山君が可愛く育ててるということなんですが辻さんにまずお聞きしたいんですがなぜそこまで目を合わさないですかもう恐ろしいです何か 語りかけてくるような目が怖いです。ちょっとあの僕も久しぶりにまた見たんですけど、顔また変わってますね。へえ。こんな顔でしたっけ。これ悪く言ったらよくないことが起こるとかありますか。こんな風に怖かったらダメ。いやいやいや。タラちゃん見ててどう思います？いやものすごく興味深いなと。興味深いよね。髪の毛の色一緒ですもんね。これもえっと。 こちらの最初お人形を買いに行くんですけども、うん、お人形のお店も80体ぐらいありま,よ、ね、ありましたね80体の中からあの僕何も知らされずに連れて行かれたんですよお,<う>でお前のインスピレーションでこの子やと思うのを選んでくれとほんなもう唯一この子だけが分かんないですけどずっと僕のこと見てたんですよ、うん、ほんでうわこの子可愛いいじゃないですかってほんで手に取ったんですよそれが一番最初ですから。うんうん で今ちょっとあのおでこのところに金色をちょっとはげてきてますけどあれも金箔をあの塗ってあって魂をまあ入れ終わった儀式が終わったと。<ー>でこの間ですね、はい、あの竹書房主催の会談会の時に、まあ、岡山君がこの人形を持って東京に来たんですが、はい、その時ですね今回あの茶屋町会談なぜ岡山君に来てもらおうかと言ったら三木和尚がこの人形を見た瞬間に。はい これはダメです、うん、開口一番、はい、おっしゃったので今日はなぜ三清翔がこの人形をダメと言ったのかというのをちょっと聞きたくて岡山君を呼んでるんですけどねはい三清翔はいあのまずその人形の違和感を皆さん持たれるのは魂こもってるこもってないじゃなくってね、うん、まずもって赤ちゃんの まあ、サイズですよね。な、はい、のにもかかわらず、お顔はちょっと年上のというか、化粧をしてたりするので、多分違和感をまず感じるっていうのはあると思うんです。はいはい、で、それをまず差し引いてですね、あの、たさんが先ほどされてた階段の途中に。複数の男性の声がしてるんです。はい、え、で、それがね、このお人形さんから聞こえたんですよ、私は。で、一瞬途中ちょっとあって、私があの、岡山さん指さしたと思うんですけど。はいはい あのタイミングで私には複数の男性の声が聞こえててで、これ何を言おうとしてるかと言いますとねこのご遺骨、うん、本当に一人の方ですかね、うん、そして女性ですかねそれはか私ねなんとなくあのご遺骨ってね、はい、ご家族の方があの大切に保管されて、うん、もちろん日本で言えばお墓に収めますしただねこのお人形さんに入ってるご遺骨っていうのは 1、まあ、一人の方ではなくって複数の方の少しずつ集めたようなっていうのはあのまあ仮想場ありますよね。うん、で大体、うん、関東は全骨って言って全てをあの施主さんに渡すんですけど関西の場合は一部骨はもうあと葬儀所で処分されるん処分というか合衆 <laughs> されるんですけどす <laughs> おそらくねその合衆されたお墓から持ってこられた骨ではないかなとゆえに。 複数の方がその人形の中に入ってられるんではないかなと思うんですよね。で、この骨って言いますのはね。あのとあるお経によりますと、骨の中に5っていうのが宿るって書いてあるお経があるんです。で、5とは何かって言いますと、その方が生きてきた。今までの罪であったり、いいことであったりっていう,ようなまあ、徳であったり、罪であったりがあのご遺骨に入るので。 ゆえに土に戻さないと、輪廻転生できませんからね。まあ、あの、あんまり言葉じゃないけど、強欲って言います、ね。そうですね。ええー、欲が深い。はいはいはい,はいはいはい。強欲。わざと書いて、強。あ、そうです。そうです。でも、その強を、あの、許そうというのが、お笑い芸人の方とかって、人の失敗談を、こう、笑いに変える。うん、強を、悪のまま置いとかずにも、笑いにして浄化していくっていうふうな、お仕事だと私は思ってて。 でそういう意味ではずっっっとととと持てくいうこと語うこはがどまましんですよね、はあえー、でもしもですよ、はい、そのご遺骨の中の一人の方が大きな罪を犯した方のご遺骨が混ざってたとしたら「はい、私は良くないな」と。でもしも「いい方のご遺骨に当たったから」といってまたこれも喜べるものではなくってやっぱり一つの あの霊体としての供養っていうのはやっぱり続けていく必要性があって途中でで投げ出せないんですよだからまあ,あの言うなれば本当にペットを飼ってしまったというような、うん、でもっと言えば人を一人産んでしまった、うんはい、でそれがまた複数にわたっていればなおさら供養っていうのは大変なことだと思うんですよね。うん 頑張ってください。いやですよね。そうなりますようまこコさん。違うんですよ。えー、あのねちょっとニヤっとしたのいや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 。えー、実はあの僕もね、はい、今回のこの岡山くんがその人形を手に入れたことで、はい、こう今回茶屋町会談に、はい、まあ岡山くんがやってくるということで、はい、まあ僕と谷氏が信頼してるとある方にその人形の写真を送って。はいはい この人形どうでしょうと言ったら電話をいただきました。言われました。そんなもん持ってたらえらい目に遭うよ。ゲー。ごさの携帯に今ある写真をすべて消しなさい。むっちゃある俺。削除しなさい。写真以前にも人形がありますからね。せやね。あんた写真ちゃるわいじゃない。人形抱いてるが。ご遺骨を抱いてる状態ですからね。 であの言ってましたけど三ちょっとほぼ同じ見解で、はい、あの何が入ってんのやらわからないものを入れてはいけないうそうですね、えーえー、っていうのはもう <laughs> まあ割と皆さんこれ常識まあでも今まで大体ホラー映画ではい、はい、あの小さなお子さんが亡くなった時に、はい、その小さなお子さんがあの 可愛がった人形とかにその女の子の魂が宿ったと思って人形を可愛がっていたら実は邪悪なものが入っていたっていうのはよくホラー映画ではあるパターンで何がだからその何が魂というものがそんなうまいことその女の亡くなった女の子の魂が入るわけじゃなくて邪悪なものも入ってくる場合があるということなんで多分辻さんの見立ては正しいと思います。 嫌な気がするのもあってますか一度抱いていますかもう本当にできないですすみません許してくださいいや一度できないですエンジェリー許可じゃなくてあの偉い人に許可もらおうとするのやめてもらいますんかそうですねまあちょっとだからどうなんですかねまあ私としてはやっぱりご遺骨なのであの人骨ということがはっきりしてるんであればなおさらあの私はもう出して供養してあげる方がいいなと思いますねこれでもその その魂を入れる儀式というのはタイでタイでやった俺も真子さんも目の前で見てるからそれ見てますただ人骨やって説明を受けてるけど、うん、僕はちょっとその人骨かどうかもわからないと思ってるので、うん、あのー、ひょっとしたら獣とかの骨を今安上がりで仕込んでしもってる場合もあるのではい、はい、だから何が入ってるのかわからないものをと、はいうん しかも、あの、改めて、僕、その方に削除性って言われたから、写真全部見直したんですけど。はい、魂が入れる前と、魂を入れた後のビフォーアフター見ると、顔が違うんですよね。どう変わってるんですか。え、なんかね、はい、あの、嬉しそうなんですよ。入れた後の方が。もう、ものすごい嬉しそうな笑顔をしていますよね。でもう嬉しそうな笑顔をしていることが疑問なんですか、辻さん。はい、あんなに、なんか、人のような顔で、満面の笑みの、うん。 人形は見たことがないです。はい。るもつやつやですよね。なんか、言うは悪いですけど、不気味だなって思ってしまうんです。岡あ。おん、大丈夫ですかいや、本当どうしましょうかねいや、どうしましょうかねただ、あの、出すの何を背中を。出してしまいます。お前がですかお前が全員で ぜひ、いや、でも、なんでお前、もそれは知らないじゃないですか。なんでお前、お前おかしいやろなんで今、俺らと一緒に出すことになってんの。いや、僕は。いや、僕じゃない、それはやっぱり、ちゃんとした儀式を。そうですね。ただね。あの、このご遺骨が。もしも、まあ、人だとしたら、特にね、今、ちょっと、お話しされてる時に。男性の声が聞こえたのもあるので。私ね、これね。日本でというよりも、やっぱり。 生まれになられたた<ー>生まれになれたたで、供養していただく方がいいような気がしますね。うん <laughs> <で>、もう。っついことなってますやん今、今、うん。いや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 、で、ただ、まあ、その、いいことがあったということも。はられるわけですよね、あの、ほの方で、で、そういった方っていうのは、いいお骨。で、あるいは、そのお骨の、お骨として、人形としてではなくてね。お骨としての供養を、続けていかれた結果、いい。 まあ、家宝があったという方もおられるんでしょうけどね。いや、だから、あの、あの、運気の巡り合わせの栄悪いっていうのは。うんはい、本当に、例えばね、あの、まあ、ちょ例えば、それが中に入っているのが、まあ、例えば、あの、動物の骨やったとしても。はい、あの、一時幸せをもたらしてくれたりする時、ありますから、ね?あ。あります。うん、うん,う,んう,んうん、うん、うん。 だからそれでもたらした後最後に転落するとかっていうのもあるので何が起こるかわからないので少なくともこの話を聞いたとしても1年ぐらいは持っててもええかなと思いますけどね、うんうん、もう1年持って言うてくださいよそれやったら <laughs> 1年ぐらい持ってって言うてくれた方が合わないよもう1年ぐらいは持っててもうて <laughs> いやまあちゃんとねあのちゃんとしますけどうん。 僕ちゃんと枕元も置いてで,、ね、でこのお話されてる時でも私はねやっぱりね目が気になるんですよ僕のですか、えー、はい。うん、え枕元に置いてちゃんと寝たりしてますよ自分とこでじゃあ供養しお炊き上げしましょうかという言葉は言ってないってことは、うん、日本で受けてくれるとこないような気がしますけどね、うん、え私は正直ね、はい、ないと思います、えー、でもし受けるっておっしゃったら、はい 怪しいと思いますねなるほどえー、やっぱりお魂入れられたところに行って<ー>えー、しかるべき方法で出される方がいいでしょうねああう魂入れたところでで,、えー、できるはずのないことをあのやりますっていうのは怪しいということですね怪しいですね<ー>そうかも何にも気にせんと普通にあのなんかあのいわゆるあのおたき上げのところにポンと捨ててしまうかよね いやいわ、もういやいやいやもうなんかもう気になりだしたらこんなもんこんなもんね気になりだしたらずっとこれも気になるしそうですよねね、すすごいいてるんでよはいわかりますわかりますだからもうえいやっとねあの簡単におたき上げの正月バンとあの、たきの中に入れてしまうからですねい私は反対しときます もうほんとセオリー通りで行くのであれば <laughs> タイに行って、はいうん、あのこ,このなんていうんですかお祈りしていただいた方に取ってもらうのが一番ベスト,で,一番ベストでしょうねでただその方がそれをまた入れるのはいいけれども、うん、まあ抜根っていうんですけど魂を抜く抜根はしないっていう方も中には結構おられるんですよ、うんはい、入婚はしても抜をするのは嫌だっていう、はいうん、でそれはどういう考え方からくるかというと せっかくお魂入れたものを殺してしまうっていう、うんね、だからあの産むのは産みますでも殺人は受け負いませんっていう鬼頭師の方もおられるのでうそうなってくるとまたねややこしいなとは思いますねもう今は本当に大切にちょっとお祭りする形ぐらいでお持ちになった方がいいでしょうねうんうんだからもう本当にあのここは覚悟を決めていただいて そうですね、もう、言。言い切れないですけど、あの、本当言うと、ご遺骨ですから。やっぱり、あの、年会があったり、お経をあげる機会、が本当はあるべき。そうですよね。ものですからね。はい。まあ、私の心配は止まらないということ。はい。はい、ということで、どうなっていくんでしょうか。まあ、とりあえず、まあ、ずっとも預かっとくとしかないという。解決せず。はい。だからもう、住職の。遠隔で。

m b s 新人アナウンサー辻沙織です平成最後の冬にこんなものを聞いているなんて私には信じられません北野誠の茶屋町会談2018冬ここからはオープニングでもお話ししました音声配信アプリラジオトークに投稿された作品をお聞きいただきましょうそれでは 谷さんよろししくお願いいたします、はいえー、まず最初に聞いていただくのはです、ねえー「この方ですジェットコースターから降りられない」というタイトルの番組をされている女性の方なんですけれども<ー>この方のお話っていうのが僕、一番まあいろいろ聞かせてもらったんです一番気になってすごい一人で淡々とお話をされるんですがいろんな体験をしてるんですよ聞いていただきたいと思います。それではどうぞ 大学生の時の話でなんかあの「エヴァンゲリオン」の次回予告でなんか黒字に白字く黒いバッグに白い文字がパーって出るじゃないですかあんな感じでなんか女の子の名前が頭にパーって出だした時があってでこう「なんとかじゃん」みたいな感じで出てきて何だったかもう今思い出せないんですけど なんんか常に出てくるんですよフラッシュバックみたいにパッてその名前が。で私こういう関係すごい狭いんですけど友達でもそんな名前の子いないしでなんかそういうあだ名の子もいないしでなんか本とか映画とか大好きなんですけどその本とか漫画の手持ちのやつを全部めくってみたけどそんな名前の主人公はいなくてえ誰と思って <laughs> で。 ずっとなんかそれがなんかフラッシュバックするんですよなんかフラッシュバックっていうか点滅するんですよパッてなんか断るごとになんか道とか歩いててもパッて急に出てくるし名前がなんか授業とか受けてても急にパッて出てくるし風呂入ってても湯船使ってても出てくるみたいな感じででもなんかなんか分からないっていうのは一番気持ち悪いじゃないですかそれでなんか本当に分かんなく 分かんない女の子の名前がいやでもその名前的には結構ありふれた名前だったけどでも自分の知り合いとかには全然いない名前でいやほんまに誰と思ってえ何と思ってでなんかそれが本当になんかもう3分に1回ぐらいのレベルで出てくるみたいな感じで頭に。頭 の中にに黒いい背景に白い文字でその子の子名前が出てくるんですよあんまりにもずっと続くしもうそれでなんか生活がめちゃくちゃになってきたからちょっとググろうと思って、ね、なんかググったらなんか忘れてたけどなんかあの前見た本の中の人とか前見た映画とかアニメの中のキャラとか出てくるかなと思ってググったら一番上に出てきたのが。 行方不明者一覧っていうので <laughs> めっちゃギョッとしたことがあってでそれからなんかもうそれについて調べるのをやめたというかもうリンクもクリックしなくてだからなんかその詳細を確かめてないんですけどで名前ももうなんかもう忘れちゃって全然思い出せないんですけどだから深追いするのは良くないかなと思って結局なんかもう名前も思い出せないからもう確かめられないし。 確かめたくないしおかげでまだ一応生きてるんかなって思ったりとかもしますね。まあ、なんか怖いいですよね <laughs> はい、こちらの話なんですが、うん、実はこの方ですねあの、まあ、時間の関係で3つ目の話だけ今聞いていただいたんですけれども一つ目の話で中学校2年生の時にその。 家実家でもういろんな,なんか音がするのでなんか気になって見に行くんですけど玄関とか台所とかいろいろ見に行くんですけどえ玄関で「私を見つけて」っていう声を聞くんですその時にそのを聞いてあっこれ深掘りしたらあかんやつやと思って結局確かめなかったんですってで高校生の時に今度また家にいたらなんかこう夜中に足音が聞こえるとで 中学生の時の記憶があるからあこれも確かめたらあかんやつじゃないかなと思って結局確かめずに朝まで過ごすんですよそしたら次の日にお母さんに「あんた昨日泥棒が家に入ってた大丈夫やった?」って言われたんですって<う>確かめなかったからその時は助かったと<う>でこの3つ目の大学生の話この時にフラッシュバックでこう頭に浮かんだ名前っていうのがまあ行方不明者の名前ということで<う>これも結局確かめないで今もいる。 だそうなんですけれども、うん、これ中学校の時に体験した私を見つけてっていうのが、うん、大学生の話とこれつがってくるんじゃないかなっうそうやな。<ー>なんかこれはすごい不思議な話だなと思,え思いました。はい。はい ななかなかでもそうだね私を見つけてから最後に大学生の時またそねもでも確かめないから私は今生きてるのかなっていう、うんうん、あの確かめない方がいいと思いますね。さあ続いては、はい、続いては、えー、続いてのラジオトークに投稿された作品なんですけれどもこちらの方は「ゆるラジ」というタイトルの番組をされている睦美さんという女性の方なんですけれども、うん、看護師をされてまして睦美さん自身が。でこののの看護師の先輩の すすごいといとうお話なんですけれども実際に病院で夜の夜勤中に体験された話を、えー、されております。聞いてください、はい、まあ夜勤してた時なんですけどその夜勤のパートナーが全看護師の中でも霊感が最強クラスにあるまあなんか有用白書に出てくる玄海みたいなおばちゃんナースとペアだったんですよ。で玄海さんは 怪奇現象が起こるのを予知したりとか、なんかすごいいろんな伝説を持ってる方で、あもしかしたらなんか起こるのかなって思ったんですよ。でも夜中1時くらいまでは全然なんもなくって、まあ、平和な夜勤を過ごしてたんですけど、2時か3時くらいの時です。看護記録をその時パチパチパ,チパソコンで売ってたんですけど、急に玄海さんがパソコン打つ手を止めたんですよ。ほんでなんか来たって。 なんか北郎が陽気を感じた感じじたでで言うんですよねでどうしたんですか?」って聞いたら「今上の階で人が亡くなったわめっちゃ頭痛する」って言うんですよ「えー、この人何言ってんの?」って思って「またそんな仕事したくないから適当なこと言ってるんのちゃうの?」と思ったんですけどまあもう大ベテランの先輩ですのでそんなことは言えず「えー、大丈夫ですかちょっと休んだらいいんじゃないですか?」って。 進めたんですよでもまあ玄海さんは「まあ、鎮痛剤飲んだら大丈夫」って言ってねなんとかやり過ごしたんですけど明け方5時くらいかな当直の看護師長ほんで異常がないかって確認しに来て「あ異常はありません」って伝えたらその看護師長さんがですね「実は2時か3時くらいに上の階で人が亡くなったのよ」って。 って言ったんですよ「えっ?」と思って「おーちゃんすっごーい!」と思って「人が亡くなったならまあ分かるけど時間までぴったり当ててきてる」ってすごいびっくりしたんですけど「いやちょっと待てよ」ってなったんですよ。これってたまたままなんじゃねもしかして適当に言った <laughs> って思ったんですよね。うーんあの 上の階も内科だったんで結構人がお亡くなりになるんですよねまあ看取りで来られたりとかもうかなり悪い状態で来たりとかっていうのはザラにあったんで割と亡くなるんですよ毎日人が。だからたまたま当たったんじゃねって思ったんですけどその次の夜勤一緒になった時もその次の夜勤もドン でで当ててくるんですよしかももう亡くなった時間もまたこれまた正確にでさすがにもう信じましたねすげえこのおばちゃんガチンやと思ってこういうのってあるんですね本当に全国の霊感のある人すみませんでしたなめたこと言って。 すいませんでしたリアルですよね病院で勤務されている方の日常で実際に声を当てる方っていうのはおいるんですかね私の場合は特に本当に匂いなんですけどもの匂いで本当に分かるんですよ亡くなられる前とか亡くなられた方もこの間ちょっと突きな話で言えばある方が来られて病気の匂いがするので。 おそらくもうだいぶ強い、まあ、言い方悪いですけど刺繍がするんですよ。で刺繍するのですいません病院行ってくださいとお願いしてでまあ精密検査行かれて異常ないって言ってまた来られましてでそれでもまた匂いがするんでもう一度ちょっと病院帰って行ってくださいって言っていただいたんですけどいや健康ですって帰ってこられるんですよ。でしばらくしてお聞きしたんですけどその方ひき逃げ犯であの人を引き逃げてでその方亡くなってられておそらくその方を一緒に 伝えたんでしょうね。匂いでわかるんですよね、そういうのが。なくなった方の方の匂いがきて。あ、そうですそうです。うん。いろんな才能がありますね。まあでもなんか匂いってね、匂いってなんかもうあの一番ダイレクトにあの頭にガーンと来る。あ、きますからね。はいはいはい。目で見るよりも匂いでなんか異変を察知するとかいうのもやっぱありますからね。ありますね。 はいといとうことでございまして、はい、さあこのあも後に紹介していきたいと思いますがあ北野誠の茶屋町階段2018年冬、えー、マリちゃんはまだまだ岡山の家に住み続けます北野誠の茶屋町階段2018冬 AM1179FM906 の MBS ラジオからお送りしています。 M. B. S. 新人アナウンサー辻沙織です。三木大祐さん。私、何か。取りつかれてますか。さて、それでは、三木よろしくお願いします。はい、ええー、まあ、世の中に、まあ、何が怖いかというと、やっぱり一番怖いのって人間なんですよね。はい で人間の思いで言えば私レンタル彼女っていう話があるんですけどもレンタル彼女い1時間いくらで、まあ、彼女になってくれて、うんまあ、一緒にご飯を食べに行ったり、うん、でそんな中でまああのおそらく本番はどっかで迎えてられるんでしょうけども、うんまあ、やっぱり人って怖いなもう呪いがあることも怖いですけどね。でね まあその呪いっていうのがどこまで本当に強いものがあるのかなと思って思ってましたらあるまあご夫婦がお寺に来られましてね「実はうちの家内が呪いをかけられてるみたいなんです」っておっしゃるんですよ。で「呪いってなんでそれ断定できるんですか?」って言ったら「いやもう僕の勘です」みたいなことをおっしゃるんですけどもまあとりあえずじゃあお経をあげましょうということで7日間ぐらい通っていただいてで7日目ぐらいにパッとその女性の方が「 急にねそれまではもうなんかこう精神的な病気というかあのもう本当にうつのような状態で、うん、ほとんど言葉走られなかったんですけど7日目に急にバッと顔を上げられて「住職今ままでで本当ににありがとうございいしたみたみなな普通になられるんすよかったなんかちょっと取れたんですね」みたいな話になってでそれからまた1週間ほどしたら今度そのご主人が来られましてね。 今度はあのかなり治ったんですけど私の体調がちょっと非常に悪くて、うん、精神的にも悪いし、まあ、肉体的にも戻したり熱があったりなんとかもうちょっとこれも多分呪いだと思うんで、うん、三木住職また治してくださいって来られましてね、うんでまあ、じゃあ分かりましたということでお経を何日かあげてたんですけどだんだんと火を覆うごとにねちょっと精神的にまあこう病んでこられるというかでその病み方が攻撃的なんですよ。うん、三木住職ほんま今日で治してくれよお前とか、うん 急にお前って言ってみたり、であわかりましたって言ってで頑張りますでやった終わった後もも全然上がりんやけどまあまだ全然しんどいぞお前みたいないやすいませんちょっと私の力量が足りないかわかりませんけどみたいな話をしてたらあのとりあえず一回うちに来てそいつと話してくれって言わはるんですよでそいつっていうのはどういうことですかって言ったらいやもうミキ重職大体分かってんやろって言わはるんですよでいやな何のことをおっしゃってるかわかりませんって言ったら鏡の中のやつおるやんみたいな。 で「鏡の中のやつって誰ですか?」っていうと、うん、自分が鏡のなこうパッと見たときに一瞬鏡の中の人が「遅れる」って言うんですよ。<え>ね、でたまに澄ました顔でずっと鏡見てたら鏡の中の,その自分がにヤっと笑うんですってで明らかに鏡の中にもう一人いると。で「うちにおるからとりあえずもううちまで来てくれ」って言われて、まあ、私行ったんですよねその方のご自宅まで。で行ったら あのその時玄関でお会いしたら右半分だけ丸坊主にされてるんですよ。で<ー><ー>よです左側は普通になってられて<ぁ>で眉毛もね私こういうファッションかなと思いながら、まあ、ちょっとあまり「えどうされたんですか?」って言うと「うん、いやファッションや」って言われるとあ,<ー>あれなので,<ー>でそれまでちょっと攻撃的になってられたんで。 刺激しない方がいいなと思って、そのことには触れずにまあ、ご自宅あげていただいたら、うん、まずね。玄関入ってすぐ左のところに下駄箱があったんですけど、下駄箱にあの鏡が貼ってあるんですけど、ひび、うん、が入ってるんですよ。だから日入ってるなと思って。若干気になりながら上がらしていただいたら。 もう俺しんどいから1階で待ってるから2階,の2階建てなんですけど2階とかもう三木住職1人で行ってちょっといろいろ見てくれって言わはるんですよ。で「あじゃあわかりましたすいません2階上がらせていただきますね」って言って「奥さん大丈夫ですか?」って言ったら「もう離婚した」って言われるんですよ。<ー>あのあと仲良くもう体調も戻られてって言ったら「もういいからとりあえず早う2階行ったよとりあえずなんとかしてくれよ」って言って言われて私2階上がって、うん、そしたらまあ寝室があったり、まあ、部屋がいろいろあるんですけど共通して言えるのが。 あるる鏡が全部日々入ってるんですよ<ー>で私1階降りてきて「<ー>じゃあどこでお経を読ませていただきましょうかね」って言ったら「うん、風呂場にしてくれ」ってその方がおっしゃるんですね。うん、で「じゃあ分かりました」ってお風呂行ったらお風呂場のやっぱり鏡も日々入ってるんですよ。うん、でこれなんか奥さんと喧嘩してなんか日々割れたにしてはもうこっと細かに全部割れてるんで、うん、おかしいなと思ってそこで初めて「あの鏡がなぜ割れてるんですか?」ってその男性に聞いたら。 いや俺が割ったんじゃなくて鏡の中のやつが割ったんやって言わはるんですよ。えーうん、でどういうことですかって聞いたら「三木住職先から俺に言わへんけどチラ,チラ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 俺の頭見るな」って言わはるんですよね。うん、であ「すいません、うん、半分ちょっとねそう髪落とされてたので」って言ったら「はいはい、俺もこれやりた」ってやってもの違うねんと鏡の中のやつがここまで恥ずかしいこと一緒に真似しておるかとか実験したんやって言わはるんですよ。うん、でどういうことかっていうとまあ半分なくって眉毛片方落としてるような あの恥ずかしいことを鏡の中のやつはしうらへんやろという実験をしてるて、うん、でお風呂でね髪の毛があった頃にこうシャンプーして洗ってたら鏡の中から視線感じるんですっ、うん、でお湯でシャンプー流してパッと振り返るとその男が振り返っったその動作がないって言うんですよもうでずっとさっきから見てた絶対こいつおかしい絶対お俺あのお前俺やないやろみたいな話になって。うんうん その場で「T 字かみそりで剃ってこんな恥ずかしいことお前にできるか?」って言ったら「向こうやっぱ真似しおるんですよ」みたいなことをおっしゃるんですよ。うん、で「いやまあそれ鏡ですからね、うんで」まあちょっと精神的に病んでられるのかなと思ってそれからまあちょっと何日間かまたそのご自宅に通わせていただいてご祈祷したある日その方が後ろでなんかしゃっくりみたいなのをその日やたらされるんですよ、うん、お経んで最中「上っ終わってパッと振り返ったら 三木住職本当にありがとうございましたまたすっかり元に戻ってられるんですよでやっぱり「玄若王本人って本当ですね」っておっしゃるんですね。で玄若王本人っていうのは私がよく「人を恨んだらそれが帰ってくる」っていうのがお経に書かれてるので「うん、人を恨んだらいきませんよ」っていう話をしてるんですけど「うん、あれ本当ですね」ってその男性が急におっしゃるんで「あもしかして誰か恨んでられたんですか?」って言ったら「いやまたもう三木住職いいですよふざけなくて」って言わかるんですよね。 いや、ふざけてないですけど、誰か恨んでられたんですか？そしたらその方がいや。まず、あのうちの家内が出て行った理由は、あの私がうちの家内に精神がおかしくなる呪いをかけてました。で、それで三木住職に直してもらった後に告白したら出て行けったんですよ。とで、もう一つの呪いっていうのは三木住職。よくあのレンタル彼女の話されますよね？あの犯人僕なんですって言ってあの1。 最後にに呪いいいかけられれた方法っていうのは前歯を抜いて人形に入れてでそれで実はあのそれこそ本当にお金さんの人形と一緒でオイルが入ってたり木が入ってたりいろいろするんですけどそれで実は呪いをかけたあの犯人僕なんですって言って前歯パッと刺し歯ででったんですよで実は私がレンタル彼女をライブでしてるその会場にその方来られてたんですね。でそのレンタル彼女にかけたのは体調が悪くなる魔術というか呪い。 で奥さんにかけたのはあの精神がおかしくなる呪いその呪いが両方とも自分に跳ね返ってきておかしくなってたという話なんですよね。<ー>でこの方がまあ実は終わった後とに、まあ「なぜそこまでねその呪いをかけるんですか?」ってお聞きしたら結婚先に2回あったらいるんですよ、うん、であのご両親が司会されてたんですけどもうその司会を全部打って。 もうまあ、お金を集めて借金まみれになってその結婚先に会ってねだから世の中の女性を恨んでるんですっておっしゃってたんですけど、うん、もうこの世の中、まあ、これお聞きの皆さんの中でももしかしてね誰かを恨んでるっていう方がおられた人間にとって一番しんどい修行が人を許すっていうことだと思うんですよねだからちょっと頑張って人を許していただかないとまた自分に返ってくるというような話です。はいへー 人を呪わばとか言います <laughs> そうですね試す人いるんですねそうなんですよね、えー、偶然その方から聞いた呪いの内容とまあちょっと若干実は似てます似てるんですよね <laughs> 喜んでね似てますよ <laughs> 我が家を得たかのように喜んでる場合はないよ <laughs> 岡山、うん、岡山の場合はもうずっとそれね一生懸命別に岡山誰かを恨んでるわけでもないですからね特にもうも ないですねないですね別にラんでるわけでもないので目合わせてくださいつい先に仲にはもう息が苦しいですさっきから大丈夫かと思いながらこの空気感がなめ重たくてということでございましてじゃあとりあえず DJ タラちゃん行きましょうかもっと重くしてあげてください私自身は全然霊感とか霊体験が全然なくて で私がよくその友達に何か怖い話ないって聞いてでなんか自分がこう聞いててあ怖いなって思うのもあるんですけどなんかこの話はちょっとよくわからない話に階段になるかちょっとわからないんですけどあの友達同級生の友達があの中学校は別々なんですけどその子が中学生の、まあ、A 君として中学校の時に同級生だった B 君っていう子がいてで なんかその B 君っていう子の話なんやけどっていうのをこう電話しながら聞いてたんですけどでもその B 君というかはもう死んでるんやけどって言われてであそうなんやってでそのどういう話なんて言ったらなんか昔その B 君からこう怖い話ないみたいな話をこうわってしてた時になんか俺の B 君が俺の妹がなんか変なこと言いよるっていうのを言ってて。学校からの帰り道に タバコ屋さんがあって隣になんかちっちゃい個人経営の車屋さんみたいなのがあってでその横に借家があってみたいな帰り道にそういう道があってで自分も B 君もそこを通るで妹さんも学校の帰りにそこを通るでなんかある日突然妹がそのタバコ屋さんの前で「変な人見た」って自分に言ってきたから「あどんな人見たん?」って言ったら上下スウェットで。 顔がめちちちちゃちっちゃゃくっっいおじさん見たってで顔見たんって聞いたら顔は見てないけど異常にちっちゃいなって思いながらこうパッて通り過ぎちゃってでなんかそういう人がいたんよねみたいなのを自分のお兄ちゃん B 君にそれを言っててでまあその時そんなに話題にもならんくてやろなって言っててで数日後「また見た」って妹がお兄ちゃんに言ってきてでそのどこで見たんって言ったら今度タバコ屋さんのこう入り口 がすりガラスみたいになってるんですけどそのすりガラスの向こう側にずっと顔のちっちゃいおじちゃんが上下スウェットですりガラスの向こう側に立ってたでそれを私見たってまたお兄ちゃんに言ってでその顔のちっちゃいおいちゃんって何なん,なんやろなみたいな話を B 君が妹にしててでも実際こう顔も合わせてないし見てないんやろっつったら見てないでまた数日後に「タバコ屋さんの中にまたおった」って。 みたいなタバコ屋さんの窓の小窓のちょっと向こう側手にもう暗がりのところに立ってるのが分かったらしいんですよやっぱりスウェットを着て顔がちっちゃいでなんかやたらそれを短期間に言ってくるんでその B 君も見てみたいなと思って何回かそこを通ったけど全然 B 君はそれを確認することはできなくてで自分の母親とかに「あそこってなんか変なおじさんとかいる?」って聞いても。 いやあそこのタバコ屋さんはお,おばちゃんしかいないし旦那さんは多分もういないと思うみたいな「じゃあ何な,なんやろ?」って言ってたらまた数日後に今度も血相を変えて妹が帰ってきて「やばいおいちゃんまた見た」って言って「うわ」ってきたから「どうしたん?」って言ったら「おいちゃん顔がちっちゃいんじゃなかった」って言って「顔が三角だった」って言うんですけど「落ち着いて落ち着いて」って言って「どういうこと?」って聞いたらずっとこう。 真上を見てるここの顎のなんていうんですかねこう顔を90度に真上に向けた時に見えるここの部分だけで口を開けて上にこうあーってこうなってる状態で常に立ってたみたいなのをわって妹に言われてじゃあ一緒に見に行ったるからって言ってまあ B 君はちょっと見たいっていうのもあって行ったんですけど結局その変なおじさん顔がちっちゃいというか。 上を向いいててるおじさんはいなくてっていう話を A 君は、えー、学生時代に聞いてたらしいんです B 君から。で結局そこから20代半ばぐらいになった時に B 君が普通に病死でちょっと体が悪くなって亡くなってしまいましたっていう話を A 君が友達伝えに聞いてあ「じゃあお葬式行けなかったけどお線香をあげに行こう」って言ってでその B 君の家に行った時に。 その話を思い出しながらでそのタバコ屋さんがあるのとかも A 君は全然知っててであこんな話あったなって思いながらお線香をあげに行ってそしたら A 君が何かこう違和感を感じてなんとなく B 君のお母さんに「あの妹さんは?」って言ったら「何の話ですか?」って言われて「妹さん今いらっしゃらないんですか?」って言ったら「妹とかいないですよ」って言われたっていうお話です、うん。 と思いますね、<laughs> 全然私もピンとこなくて「妹いなかったんやって」っていうのを A 君から聞いて「めっちゃ怖ない」って言われたけど「めっちゃ怖いけどどういう話なんか言えばどういうどういうことなう。これはあた,ただその B 君っていう子がめちゃくちゃ変わってたとかじゃなくてその A 君自体もこう明るい。 普通の子なんもサッカーとかしてる明るい普通の子なんですよ<ー>暗い変な子とかじゃなくて<ー><で>じゃあなんで妹におったことになっててんやろうな それもわかんないですし三角形のおっさんもわからないです上向いてるっていうね顎のラインが見えるということですよね顎と首で三角形に見えるっていう奇妙な話やねそうですね新居浜こんな話いっぱいあるんですよいやいやいや何や新居浜そんな奇妙な話の効果あるかよいやすっげい。まああのでたあれを早終わらんと辻ちゃんもう精神的に限界きて ついじゃん今魂抜けてるねほんやばい顔してるもん今もうだってやばい顔してたねつい大丈夫このと家に帰るのどうしようかなっていうの考えて三角形のおっちゃんがいると思いますタバコ屋の前に鏡にとか大丈夫かな鏡にも多分ですけどまこさん全員のこと嫌われてると思いますよいや嫌われてるかもう魂抜けてるからね見てると魂抜けた顔してるから大丈夫ですか私いや大丈夫じゃないと思うどうしましょういやいや三木大将がちゃんと払ってくれるから ま払ってくれるかなんかどう言っいう点かなもう魂抜けてるね顔が息が苦しいです魂入れるならタイへ行っていただいそうやめてくださいまず背中開けますけどということで北野誠の辻原さん初めて会ったけどこんな魂抜けたような人初めて会った大丈夫なんですかと思います北野誠の茶屋町会談2018年冬まだまだ恐怖の時間続きます北野誠の茶屋町会談 2018冬、AM1179、FM906 の MBS ラジオからお送りしています。MBS 新人アナウンサー辻沙織です。松原谷さん、はじめまして。そして、今日でお会いするのは最後にしたいと思います。 さて谷地君続いていきましょうはい続いてのラジオトーク辻アナウンサーに何か期待したらあかんや魂抜けてます抜けてますからね仕事忘れてありますから大丈夫ですよはい一刻も早くこのスタジオが出たいそれしか今願ってませんすごいすごいなぜこんな聞かなあかんねん私そうですね玉巻さんに呪いかけると思いますよ呪いかけましょうはいということで音声アプリラジオトークに投稿された作品の続きですね続いて聞いていただくのがですね「安手トロイトビカムはヒューマン」 というタイトルの番組をされているやすさんという男性の方のお話なんですけれどもえこれはやすさんのまあお知り合いの女性がまあえ関東のある百貨店の化粧品売り場で働いているんですけれどもそのやすさんの知り合いの女性が体験された話なんですけれどもはいこれちょっとねえもしかしたらタラちゃんの今の話にちょっと近いかもしれないななるほどちょっと奇妙な感じです。はい あの僕の知り合いの女性が新宿のあのまあ有名な百貨店の美容コーナーで働いてるんですよ美容品売り場。やっぱりあのクローズの近く閉店の近くにあの来るお客さんがたまにいるらしくてやっぱりそのとすごい、まあ、正直めんどくさいらしいんですよ。10分とかでは終わらないからその化粧とかもしないといけないからわめんどくさいなと思いながら毎回。 まあ一応ね店員さんの売りをしてあの <laughs> やっぱり面の皮は店員ということであの接客をしてるらしいんだけどもなんかその日にあの本当にもうそれこそ閉店間際閉店残り5分ぐらいの時におばあさんが1人フラット身なりはもう本当、まあ、普通よりかはちょっと上の上品めな。 おばあさんというか老婦人といった方がいいようなあの方が来たらしいんですよ。でまあでもうわめんどくせえなと正直ねやっぱり店員さんも人間ですから思いながら「いらっしゃいませ」みたいな声をかけたらしいんだけどそしたらその老婦人が「何々ホテルいかがですか?」っていうらしいんですよ。え「何々ホテルえ何々ホテルいかがですか?」。それだけけをずっと言い続けて 何ですかあの「お客様、あの何々ホテルいかがですか?」それしか言わないから、もうその女の子も怖くなっちゃって、あの、はい、あの、いや、ちょっと、大丈夫みたいですはいすいません、ちょっとお客様、失礼しますつって。 上がったらしいんですよその日は怖い怖いっつってすっともう逃げるようにあの帰っていたらしいんですけどでそのことをやっぱり現代人なんであのツイッターにあのー、ねもちろんあ,のあれですよ名前とか書かないけども店の名前とかもね書かないけども今日本当閉店間際に、あのー、変なお客さん来てマジで困ったみたいなでずっと「何々ホテル何々ホテル」って言ってマジやばかったわらわらみたいなツイートをねしたんですよ。そしたら って一個コメントが来て、あれそのホテル、有名な心霊スポットだよ。いろんな人がもう何人も死んでて、もう自殺の名所である。それ何々ホテルじゃん。おそれ自殺、え有名な心霊スポットだよ。コメントが来て。もうその時点でだいぶ怖くなっちゃって、その女の子。えちょっと待って。で、その次の日に、もう店長に、 店長あの日やばかったですよねなんかあのおばあさんなんか来ててあなんかすごいあのホテルあのなんか有名な心霊スポットだったらしいですよみたいな私が接客したんですけど店長はいや見てないけどそんなおばあさんどんな人かいや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 えっ?みたいな」ってほ他の女性スタッフにも「あの日やばかったよねなんかねえうちのホテルどうですか?」っていうおばあさん「いや見てない」自分以外誰も見てないんですそのおばあさんの姿 <お>はい。奇妙な。奇妙な体験です、ね。体験ですよね。うん、これもちょっと意味がわからないじゃないですか。<ー>でも、この体験をツイッターでつぶやくと。ね、そのホテル。昔寝るスポットということがわかる。っていう、うん、なんかね。あのー、こういう話、僕めっちゃ好きで <laughs>。<laughs> <laughs> ついつい、なんとか。なんだろう、その。 例えば幻覚とか幻聴とかで解決できる話じゃないというか自分はやっぱりちゃんとその時接客してるわけやからそれはもう多分間違いなくあるんだよねただ周りの誰からも見えてない、うん、っていうことですよね。っ、うん、ていうことですよね。私たちが街中歩いてる時にひょっとするとそういう方ともたくさんすれ違ってる可能性っていうのはありますよね。 なんだろうなっていう,ていう感じですね。はい、はい、続いてははい続いてはこちらですね縁側 fm というタイトルの番組をされています長崎さんという男性の方と、うん、宮城さんという女性の方これ2人で喋、はいえー、ってられちゃうんですけれども今回はこの、えー、宮城さんという女性の方が友達から聞いた会談を、えー、話してくれておりますでこの内容がですね、はい、深夜残業をしているまあある会社のオフィスで起きたまあ 怪奇現象、えー、これを語ってくれております。それではお聞きください。まあ、これはね、その知り合いの。田中さんの話です。残業に関する。残業に関する。する<ー>で、その田中さんはね、うん、まあ、結構、その夜遅くまで。なんていうか。働いてるんですよ。うん、で、まあ、そんな田中さんなので、うん、その残業すると、まあ、その。まあ、会社は。 まあ結構残業する人が少ないっていうのもあって、うん、もう10時11時くらいになると、うん、もう全く人がいなくなるのりおかなりホワイトだねホワイトでね田中さんが働いているその会社は廊下に通ずる扉っていうのは、うん、まあちょっとだけこうなんだろうガラスが一部ガラスになってて向こう側も見えるみたいな感じ向こう側もちょっと見えるでも、まあ、全部ガラスではないのでんかこう隙間からちょっとこう廊下が見えるようなはいはい、はい っていう感じですそこにピッとして入るっていう会社なんですね、うん、夜遅くになるとこう警備員の人がこう回ってくるとトントンって扉がこう開いてですねで誰か入ってきたのかなとふに思ったらその警備員のいつものこうおじさんもう一人なんか若いお兄ちゃんみたいな連れてきた新新入入りりかななんですよその人そしたら数日後に残業する。 時があってでまた11時くらいまで一人残ってた、うん、この廊下の方からなんかこう「木、うん」みたいな「木木木」みたな音とはまた違うそうなんか金属音みたいな金属がなんか擦れる音みたいなのがなんか聞こえてきた、うん、扉から廊下を覗いてみた、うん、そしたらこう全部は見えないんだけど、うん。 車椅子の車輪みたいなものが見えた。ああ、なるほどね。車椅子の車輪と。なんか座ってる足が見えた。なんか若い、若いって子供。おう、子供。かなみたいな。十一時。十一時に。会社の廊下に。夜十一時に。車椅子の子供が。いやもうその時点でゾゾがだよそう、いるのか。って言っても、そこがうわっと鳥肌が立って。 で怖すぎてでもうその日はもう帰ろうと思ってダッと帰ってまた来る日残業残ってしまった残ってしまったで一回それを見てしまったから早く帰りたかったんだけどどうしても終わらせなきゃいけない仕事があってでもうその時はいやいや残りましたあどうしてもトイレに行きたくなっちゃった廊下に誰もいないことを確認して とまあやっぱかなり自分も怖いセンサーが働きまくっちゃってるからちょっと全てにビクビクしたんだけどとりあえずトイレだけ済ますよと思ってで個室に入ったまた「キー」「今じゃないよ今じゃない」っもう聞こえてしまったわけか聞こえてしまったわけでもどうしようと思って。 ずっとキー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 廊下でなんか鳴ってるんだけどそれがだんだん音が近づいたり遠のいたりしてるだから往復してるのその廊下をでもこれはどうしようって思った時に「コンコン」って「おもう終わった!」って思ったら「大丈夫ですか?」って言われてあの親友の若いお兄ちゃんの声だったで安心するわうん 「すいません」とちょっとトイレに入って行かれるのを見えたんですけどなかなか出てこないのでちょっと心配になってちょっと声だけかけさせていただきましたでいやちょっと本当に信じてもらえないかもしれないですけど「車にその幽霊が出るんですよ」って言ったら警備員さんお兄ちゃんがあって言って「それ僕のせいですね」って言って「え 新人が来るって言ってて言どういうことですか、うん、って言ったら何でか分からないし僕にも関係ないはずなんですけど、うん、なんか物心ついた時から、うん、常に僕が転職をすると、うん、車椅子の幽霊が出るっていう噂を聞くんですと。<え>お行くとこ行くとこ,行くとこ行くとこ常にいると、うんうん、だから多分僕についてきてるんです、うん、あのこれで僕は確信しましたと。 やっぱり僕のせいで怖い思いをさせてしまいましたと申し訳なかったです、うんうん、その警備員さんはいなくなっていた、うん、はいねえこの何か僕このお話あの親近感が湧きまして <laughs> その新人の警備員さん自身は車椅子の例と見えないんですよね見えないんですよね かから言言わわれれてて初めて分かるととずっだから僕も結構あの行く現場行く現場あの電気機器がおかしくなったり女が見えたりとか言われたりとかするんですけど僕は見えないっていうのが分、うんな <laughs> するんであーなるほどね、はい、そこで進行したんや。周りはねうん、うん、色んなとばっちり食らってますけどす <laughs> 谷氏自体は別にさほど何もな。 円の中心にやつに居るはは風が来ませんいなんか、はい、ということでございましてラジオトークこれ結構あの他の作品もあるんですか、はい、たくさんね、えー、トークもしていただきまして実際にあのたくさんの怖い話がラジオトークで聞くことができるんですで今回番組で紹介させていただいた作品は、うんまあ、一応番組ということで時間の都合もありまして一部こちら側でちょっと編集をさせていただいております、はいすまません、はいまあ、完全版を聞きたい方、ま、た方他の えー、この番組では聞けなかった投稿作品を聞きたい方は今すぐ音声配信アプリラジオトークをダウンロードしてみてください、えー、皆さんがお持ちのスマートフォンで無料で簡単にダウンロードできますのでこの機会にぜひダウンロードして、えー、残りの他の会談とかもね聞いてみてはいかがでしょうか、はい、ということで皆さんたくさんね投稿してくれましたありがとうございましたありがとうございます ということでございまして、あっという間の一時間半でございまして。ええ、もうですか。もうですね。<ー>はい、ということでございます。まあ、あの、一番聞きたいのは。辻アナウンサーがどうぶたかですね。そうですね。<laughs> もう、あの、魂抜けてますから、顔は<ー>はい。 最初に始まった時から比べると、もう本当にあのダメダメみな顔てまんな顔してます。水産老けたね。元気に老けましたよ。手汗すごいんです今。もうタベタで光ってます。光ってます。いやキラキラ光ってますけどね。あの手はもうベタベタですね。歴代のねあのアシスタントの中で一番こうこっているんじゃないですか。違いを違いを。ちょっと何の役にも立てなかったいやもう何の役にも立ってないんですけどね。ただ修行してあっただけですから。玉巻さんにぜひあの戻していただいても。 首でも。解散、はい、なりたいって言いますよ。<laughs> 首になりたい,って言ってやいやってますよ。やめたいだもん。やりたいのやっぱり囲碁の世界を誰が。<laughs> チャンピオン。チャンピオン。はいということでございましてお別れの時間が来ましたが、本当にあの最後までお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらの番組はあの12月17日月曜日の朝10時から MBS ラジオ公式 YouTube チャンネルでアップされます。ぜひお聞きください。はい。ということで、あのミッキーお将東京をやりますかやっぱりね。 させていただいてよろしいでしょうかさせていただいた方がいいかなと思います特に辻さんがもう無理でしょうか、ね、<laughs> 山さんはもうでも 度胸しても、関係はないので、タイに行かないといけないので。岡山はとりあえず、も育てるしかないっていう形、結論的に出ました。結果答え出ました。何でも来いって、僕。前向きなんがいいかなと思います。はい、ということ。取りつかれてるじゃ、そんな、そんな前向き。はい、ということで、北野誠のチャイマチカイまあ、今日改めて、もう一度、今日のメンバー紹介しておきましょう。まずは、はい、松原たんです。はい、オーケー、岡山です。 はい、DJ ージタラちゃんです。はい、そして、MBS アナウンサーの辻です。はい、ということで、北野誠でございます。そして、三木てほしそれでは、最後、東京で締めさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。妙法蓮華経如来十両本題十六が指導安穏天人上十万恩人書道家。修習を上空の法事だけが、修習所有ラジオ天逆天空調査主義がだらけ、万田羅敬三無休な修学上道付近に。 不職の女性、十万税、所在、修行、医薬、五院年科、葬儀、幸運、三歩名称、祝福、特入、あ、地位、雑会見、ガーシン、大説法安心ア数無力、内見、無所、い勢無難地位、地位、女性、五所、無量十名、無宿、五九宿、五所、徳、尊、尊、地、社、も、都市、棋と誕生両人、仏、ご、いずれ、お、弁、一、吉、五、一、に五、市、無、野、小、五、外、伊勢不職、現社、日本部、無、店、同じ、二、

どうもありがとうございました室内ラジオンキの皆さんもおやすみなさい寝れんのかね <laughs> 辻アナウンサーどうやって帰るのやろうな <laughs> はい